田沼高校の情報青赤袖瑞希選手田沼高校の情報少年女子組手赤大西成選手茨城国体少年女子組手優勝青村上瑠璃選手大阪府ラッド同盟で強化選手です。では試合を始めてください。組手競技では自由に技を出し合いポイント制を行っています。試合時間は3分8ポイント差が出た段階で試合が終了になります。ポイント数により青が勝ちです。